はい、いでございます。1分で分かる営業のコツ、今日は相手に響く会話をする唯一無二のコツということでお話をしていきたいなと思います。まあ、相手に伝わる話、単純です。 相手が求めている話をするということですね。あの、相手が聞きたい話以外のことをどんなに一生懸命話したとしても、結局は伝わらないんで、基本的に相手が聞きたい話をしっかりすれば、相手に響く会話には当然なりますよという当たり前の話でした。はい。で、まあ、この相手が求めている話をどうやって見つけるかって話なんですけど、まあ、簡単でリサーチありきなんですよね。なんでリサーチするっていうのはどういうことかっていうと、相手のことをしっかり知りましょうということですよ。で、相手のことを知るっていうと、すごく漠然としてしまっているので、 相手のことを知る上では3つ押さえといてほしいポイントがあります。 前提、文化、ニーズ。これはまあ予測するための情報を集めましょうということですね。まあ、要は相手がどういう前提で話考えているのか、まあ、どういう文化で育ってきているのか、その上でどういうことを聞きたいのか、どういうニーズがあるのかということを予想するために情報収集、リサーチをしてもらえれば、まあ、相手に響くトークっていうのはできますので、何を話すかの手前で、どんなことを相手が聞きたいかということをベースで会話を組み立ててもらうと、相手に響く会話ができますので、ぜひ考えていただければということで、今日の話でした。のじ以上です。